ははいこんにちやすすで、えー、今日はですね3月米国時間3月5日がね、えー、収録日なんですけども今日のヘッドラインはね、えー、大国の輸出停止肥料関連爆破が来るかっていうね内容で送り届けたいと思います。今日もね、えー、最後まで見ていただいて、ね、いい動画をと思っていただければねぜひねいいねで応援していただければ嬉しいです。というわけで,ですねようやく皆さん待望のあのお待ちかねのね皆さんこれずっと待ってたと思うんですけどもついにねあの肥料シリーズね今日は肥料シリーズをね やっていこうかなと思う本当に多分ね皆さんね、ねずーっと肥料シリーズ見たくてねうずうずしてたと思うんですけどちょっと最近相場が悪くてねなかなか肥料シリーズできなくてすみません。で、えー、今日はえーとまあ、大きく2つのトピックです、ね、まず肥料関係のニュースをやっていくのと,ともにあとは肥料銘柄をね一応ティッカーだけ8社紹介させていただいて、えー、深掘りってほどでもないですけども2社だけね少しね、えー、まあ決算まではいかないなちょっとねアウトルックだけを少しね紹介させてください。ただ あの所感としてはもうすでに、ね、あの肥料はあの高騰してます。すでに高騰しているので、あのここから先はまだまだやっぱリスクがあるなと思うので、これはもうやっぱ、ね、自己責任でお願いしますという感じになります。でこれも、ね、いつも通りり、ね、お願いできればと思います。でえすでに、ね、大きな買いが入っているので、リスクは高いので、完全にモメンタム投資になります。ただ あのなんで肥料かっていうと、まあ、例えば今からオイル買いますかっつったらまあ絶対ノーじゃないですか、まあ、小麦買いますかっつっても、まあ、ちょっと難しいよねっていうまあ上がるかもしれないけどね難しいよねって感じになるじゃないですかじゃあ,みんなじゃあお天然ガスはどうなんだっていうと天然ガスもねもう上がってきちゃってるじゃないですかじゃあそのっていうふうにこうどん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 ブレイクダウンしていくとまだその肥料っていうところはその辺に比べたらね まだそんなに何ていうのかな、まあ、コモディティとかコモディティに直接関連するところに比べればまだねあの何ていうのかな注目度が低いからまだもうちょっとね乗っていける余地があるのかなっていうふうにね思った次第ですでえっ、ー、とまだねあのー、これに類するものまあこれは私ねちょっと名前をつけるなら経済制裁関連銘柄っていうふうにつけられると思うんですけども、えー、もし他に挙げるとしたらえっ、ー、と肥料と 石炭とアルミニウム、これらはロシアの輸出比率が非常に高いんですよ。だから、これらの3つの項目においては、あの経済制裁関連銘柄ということになると思いますで、これを、ね、今、ね、探していくのが一番ねあの、まあ、投資のリターンだけを考えたらね、一番いい状態になるんじゃないかなというふうに、ね、思っています。ただ、まあ、今日一応あの紹介するんですけども、停、え、戦、ー、系締結とか制裁解除の見通しがあれば、これは暴落する可能性が非常に高いので、ね、これ、オイルも全部一緒ですけども、それは絶対にくれぐれも、 その停戦、締結しそうだなと思って、例えばオイルの価格がちょっと下がったりしたら、その瞬間にこう肥料もあの売っちゃってください、基本的にはね、もし買われた方がいたら、うん、というものだと思います。うん、ただ、まあ、まま、いや、最後、ちょっとそこから言ったら、とも限らないんだけどね。うん、でえ、なんでこういう動画を作ったかっていうと、あの今って結構いろんな YouTube のチャンネルって、基本的にあれじゃないですか、難聴ですね、買うのやめましょうとかいや、今は買わない方がいいですね、つって。 いや今は見守りましょう、まあ、私もそういう提出をやっているので申し訳ないですけどもでも、まあなん、なんていうのかな <laughs> あの、まあ、つまらんですよねっていうのが1つあってでつまらんっていうのもあるしあのいつ何時もねややはりやっぱポジティブに届けられる、まあ、基本的に私もナスダックとか S&P を積み上げていく方が、まあそがポートフリオの大部分としては正しいんですけどもそれもまだまだナスダックでも4月から7月ぐらいかなと思っているので。 まあ一旦ね、ちょっとね、その間の休憩としてね、まあ、少しね、個別銘柄で、まあ短期とか中期で少しね、入っていっても、まあ、あの面白いのかなというふうにはね、えー、思って考えてるし、なので、まあそう、そういうふうに考えて、まあ、でもね、少しでもね、ポジティブなものをね、お届けできればなというふうにね、思います。で、えー、っとこの動画のきっかけになったのは、えー、金曜日のニュースです。えー、ロシアがあのー 肥料の,、ね、あの輸出を止めることを推奨したというニュースです、だから止めることを決定したわけじゃないんですよね、あのー。どういう、ちょっと記事の内容もそこまで明確じゃなかったんであれなんですけども、基本的にはやっぱり制裁回りで、まあ、欧米に対する、なんてうかな、経済制裁に対するカウンターアタックでいいのかな、として、やはり肥料はもう輸出すべきじゃない、まあまあ、それだけロシアが、ね、肥料の輸出禁止に。 関わる欧米に対するこのなてうかな影響っていうところがね、しかもその肥料はそこまでマーケット大きくないんですよ、オイル, <laughs> オイルとかってやっぱそのロシアにとってはかなりこう収益的にこうダメージがでかいんですけども、も別に肥料はロシアの収益的にはそんなに影響がないので、どちらかといったらその、そ返り値よりも攻撃の方がダメージが大きいものだと思うんでね、ね今のところロシアはこれを肥料ね、輸出を、まあ、停止を推奨しています。はい でえー、これを受けてあででさらにこの中で言っていることが、えー、とロシアは全世界に回っているこのポタシュ、これも私は、ね、この記事を読むまでこれが何の意味か分からなかったんだけがポタシュは炭酸カリウムですね日本語でもよく分からない炭酸カリウムの18%のシェアで、えー、と20%のアンモニアで15%の、えー、尿酸ということでそのあ尿素か。尿素ということで あの非常にこの肥料マーケットに占めるロシアのシェアっていうのは実は、多分ひょっとしたらほ,ほぼねトップレベルに高いんですよ、オイルとか石炭とかアルミニウムに比べてもう最もこのロシアに依存している率っていうのが非常に高いんですね、まあ、オイルとかひょっとしたらもっと高いかもしれないですけど、まあ、もうあれはもう投資対象としては外しているので、なので,でそれがちょうど4月4日にニュースが出ました。ロシアが輸出を、まあ やめた方がいいかもねっていうふうに考えてる。で、私もそれを見て、そこをちょっと銘柄を調べて、えー、とりあえずもささっと見て、この4つにインしてしまったという感じではありますね。はい。なんで、私もちょっとね、打診でインっていう感じなのでね、まだまだその、まあ、これも今までのハイグロとかと同じように、もう逆写真で入れてるんで、か、まあ、られたらしょうがないかなというふうにはね、思っては考えてます。はい、で、えー、っと、これが一つ、この CF っていう、まあ、今日ちょっと深掘りはしないですけども、結構有名な 肥料の会社で、まあ、結構ね、株価は非常に値上がってるんですよね。過去1年間でも100%、まあ、2倍ぐらいにはなってるんですけども、それでも、えー、っと、戦争直後からこういう感じの値上がりですね。うん、戦,戦争直後というか、どちらかといったら、これはあれかな、あの制裁、経済あ、あとスイフト t s w i 決定からですね。うん、で 昨日大きく伸びたのはそのロシアの一方が入ってからです。で私もこのぎューって伸びてる間の途中でちょっと入ったという感じですね、うんはい。という感じで完全にモメンタムなので、まあ、このチャートだけで見るとねこう見ても分かるとおり RSI とかも行かれたことになってるんでチャートだけを見たらねなんかとてもじゃないけど入る気が起きないので、まあ、かなりリスクが高いのは間違いないだろうなというふうには、ね、思ってますけどもまあ皆さんもね 過去を振り返ればこういったチャートの時にうわ高すぎると思って入るのやめたらねそのままずんずん伸びていくこともまあ多々あったと思うのでそればっかりはね本当わからないなというふうに思うのでまあそのちゃんと決算の見通しとえあとは要はファンダメンタルの分析とマクロ状況もさっき言ったようにこう停止っていうところとあとはテクニカルな部分でちゃんと逆車しねであのダウンサイドをね守りながら乗っていきましょうっていうねまあそういった 複合的な要素でね、乗っていくるものかなというふうにね、思います。はい、で、えーと、このさっきね、あの15%とか20%とか話があったんですけども、えー、これはですね、2020年の、えー、と肥料の、だからさっき含めた全部のあれですよね、化合物の、あの全品目のいわゆる肥料っていう。 輸出のシェアなんですすけどもなんとロシアが1位ですこれはでオイルもアルミニウムもセクターもロシアって2位とか3位とかであのまあ影響はあるけど、あのー、肥料ほど高くないですよねでしかも、えーとね、ベラルーシーがなんと6位なんですよ。でベラルーシーは今回経済制裁の対象なのでやっぱベラルーシーも合わせると結構これはね肥料。 産業は結構混乱するんじゃなないいかなとううふうに思ってますでにこれ私ちょっとツイーターしたらちょっとねいくつかのリプライでやはり日本ではすでにもう肥料っていうのがなかなか、えー、ニュース困難になってきてるってことなんで、まあ、これからどん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 この肥料の供給っていうところはだいぶね困難になっていくのかなというふうには思ってますでこれ下の方見えないんでね、あのー、シェアが分かんないんですけどもここに見えるエジプトまでだけの国で、えー、合わせるとロシアが19%でベラルーシが2.9%なので まあ世界のマーケット、まあ、この表の範囲内だからね、20何ということはなくて、本当に17か18%ぐらいになると思うんですけれども、いずれにせよ、世界の肥料のうち、2割近い肥料がマーケットから、まあ、消えるとまでは言わないですけれども、供給がね非常に困難になる <coughs> っていうことがね、まあ、見込まれてますので、まあ、これは非常にね、あの肥料マーケットにとっては結構、供給は厳しいものになるかなというふうにはね、思います。 まあ、ちなみに参考までにオイルですね、えー、オイルは、えー、ロシアの比率は11%ですで、これでもこんだけガソリンの値段とか、えーとまあ、電気代とかね、いろんなものが上がってるから、ねあのー、15%とか20%のシェアを持っているロシア、そしてベラルーシュも設けるとさらに膨れ上がるこの肥料に関して、まあ、世の中がオイル並みに、あのー、供給不足と、あのー、なんていうのかな。あのー 価格上昇になるというのは、ほぼ、ね、間違いないんじゃないかなというふうには、ね、思っています、はいえー。これはですね、えー、一つの肥料会社のニュートリエンというこのカナダの会社あ、そうそう、カナダはね、えーっとそうそう、これ見ていくと、チャイナが2位で、カナダが3位で、ユナイテッドステイツが4位なんで、これも、ね、米国投資に向いてるんですよね。なんと、ユナイテッドステイツはその中で、この肥料マーケットの中でかなり、ね、中心的な役割、まあ、カナダも含めてですけどもね。 かなり中心的な役割を果たすっていうところもね、まあ、投資として考えても結構面白いところかなというふうには思います。で、この、えー、ニュートリエンは、えー、カナダの会社です。で、こちら動画詳細欄に貼っとくんですけども、この、えー、2月16日に発表された、このニュートリエンの経営、あのー 決算発表の,このスライドの、ね、一番下の方に今の肥料マーケットがどうなってるかっていうのが結構5枚10枚ぐらいのスライドがあってこれが2月16日に出てるからすでにこの、ね、ロシア情勢を反映したスライドになっててね結構面白いものだったんでね是非ねえ見てもらえればと思うんですけどもえこの中の一つのスライドでね面白いのが、まあ、これさっき言ってた炭酸カリウムですよねこのベラルーシの炭酸カリウムの何ていうのかな この2020年までのこのあ2021年までの,あの実績っていうのはこういう感じだったんですよだからえー、っとここまあなんだろう上から、まあ、この辺がアフリカに輸出しててこの辺がチャイナに輸出しててこの辺がヨー,ロッパにヨーロッパに輸出しててみたいな感じなんですけどもこのスライドで指摘してるのはまあ結局ベラルーシって20%もこの炭酸カリウムでいいんだっけ 炭酸カリウムのシェアがあるのにもうこれはちょっとこの何て言うのかなこの経済制裁の影響でちょっとどうなるかわからないですよねっていうふうになってるんですよねだからこれがやっぱその一応マーケットの,あのこのなんちゅうのかなリスクではあるっていうふうに言ってるんですよただ一応スライドの立て付けとしてはこのニュートリオンっていう会社はこの炭酸カリウムはめちゃくちゃ持ってるので あのこのようなベラルーシの非常事態でもうちの会社がサポートできますというふうな、ね、立て付けにはなっているので要は売れますよということだと思うんですけども、まあ、こういったところから見てもね、えー、結構、この肥料というところは結構今後、結構逼迫してくるところなんじゃないかなといいう風には、ね、思います、はい、で同時にもう1つニュースが出ました、えー、ハンガリーが、えー、とこの、ね、ロシアのニュースを受けてとていうところはちょっとどこかに書いてあったと思うんですけども受けて、えー、穀物の輸出を禁止しました。だから,だから その今後ねこう肥料も手に入らなくなるし小麦とかも手に入らなくなるからハンガリーはその国内の,この自給率を高めるというか国内の小麦を確保するために穀物を確保するために輸出を禁止にしました、うん、なのでこれはもう本当に食料危機が来るかもしれないなというところのね懸念からそういうふうにしたことですよねでブルガリアも基本的にはえっとこの穀物危機において輸出禁止を あの検,検討した方がいいんじゃないかっていうことが、ね、議論されてるっていうことなんで、まあ、このでほら日付見ても,っても分かる通り3月4日3月5日なのでこのロシアのニュースが出てから突然こういった国々が、ね、表明しだしたので当然その肥料が足りなくなるっていうのはもちろん これから全世界で、ね、株価は一旦置いておいて、えー、肥料が足りなくなるのは間違いないんですよ肥料不足は間違いなくくるで肥料不足がなった時にますます穀物とか野菜とかが手に入らなくなってこれら今後そのちょっとねひょっとしたら食料危機になるかもしれないぐらいの勢いなのでハンガリーとかブルガリアはこういう措置に入ったちょっとね横道それますけどもこれは、えー、日本においても例外ではないと思いますので もしね、これね、日本の政府の関係者さん、もしね、見てくださってたら、早急にね、日本のね、あのー、穀物だったりとか、肥料だったりとか、食料とかの、えー、確保について、早急にね、確認、議論をね、進めた方がいい内容かなというふうにね、思ってます。もう遠い戦争じゃなくてね、あのー、本当にガチでね、あの奪い合いにはなってくる可能性がある、うん、なので、ね、コロナの時もそうだったんで、可能性があるだけでもね、とりあえず動いてあった方が、絶対後からいいので、またね、これで、あのー、手遅れ、手遅れってね、 言われちゃうので予算措置だったら別にそんな、ね、全体の予算から比べたらそんなに大きい予算にならないと思うのでこれは早めに早めに、ね、動いていった方がいいんじゃないかなって個人的には、ね、思います。はい、でお待ちかねしました肥料銘柄は今のところ、まあ、ざっくりと、まあ、投資対象になりうるだけで発射あるなと思いましたこれがねキッカーシンボルになりますのでぜひね,ねここで止めてね、まあ、ちょっと見てもらえればと思うんですけどもでそれぞれ一番右のねプラス何パーセンっていうのがこの1か月の 株価の伸びです。なんでもうすでに伸びちゃってるんですよ。だからそれはちょっとね。乗りづらいなあって思うところではあるんですが。えっ、ー、とその中でもこの4社 mos モザイク cfcf インダストリーズ ntr ニュートリ。エン ICL、ICL IC グループに関して言うと、決算が結構いいなというふうに思ってるので、えー、もしね、肥料銘柄ね、じゃあちょっと触ってみたいなと思われる方はね、ぜひね、この4社ぐらいのところからね、まあ、見ていただいてはどうかなというふうには思います。で、今日はね、ちょっとこの MOS と NTR だけは、若干ね、少しね、決算ね、簡単に見ていくので、まあ、それでね、手がかりにしてもらえればと思います。で、早速、モサイクなんですけども、えー、モサイ a クはですね、このフロリダに、 ヘッドクォーターを構える会社で、アメリカで全部で9つのマイニング施設を持っています。だから、この <laughs> 肥料もね、炭酸カリウムとかを掘っていかなきゃいけないので、マイニング設備が必要なんですよね。で、これ結構ね、面白いのが、えっと、これ、ポポポシェイ、これなんだっけなポ、ポスフェイトって、忘れちゃったな、これもちょっと肥料のね、一つの名前の一つなんですみません、忘れちゃいました、まあ。いずれにせよ、この炭酸カリウムだったりとか、 えー、ポフォスフェイトかな、フォスフェイトは、まあ、去年は7.9ミリオントン、790万トン、122万トンを生産したんですけども、一応キャパシティとしては、えー、1120万トン、1600万トンありますよということなんで、今後ね、需要が増えてこれば、一応この会社の、えーまあ、生産能力というか、キャパシティは一応あるよということになります。で これがね、この会社の、まあ、本当に、一応私は決算資料を読みましたこ。この会社に関して言うと。で、えー、EPS の伸びとか、売り上げの伸びとかもいいし、えー、あられもね、2、30%ぐらいあるので、まあいいかなという感じなんですよね。まあ、そんな高くはないですけどもね。え2、ー、20, 30%ぐらいあるのでいいかなという感じだし、もう、販管費全然使ってないですよ。もう、あのもうこの、なんちゅうのかな。 あのもう肥料のこう需要の急増で多分広告なんかしなくても勝手に売れていく状況だと思うのであの非常にこの利益の出しやすい工場という的にはもう超売り手マーケットになっている感じがします、決算書的にはえキャッシュフローもあのねそんなめちゃくちゃいいわけではないんですけども悪くはないという感じです少なくともあのキャッシュはちゃんと回っているので、まあ、十分に手元にキャッシュあるしえ毎年、ね、ちょっとずつ、ね、積み上げていっている形ではあるのでそんなに、ね、超絶悪いキャッシュフローでもないと思うので、まあ、そんなに悪くない会社だと思います。で えっとこれでね、これがまああの今までの過去の決算だったりとか、EPS だったりするので、ちょっといくつかね、いいポイントをお話ししていくんですけども、えー、まずね、えー、一番いいポイントがここですね、えー、去年の、えー、と2020年9月からあるんですけど、EPS が23セ,ントか23セントから1ドル95セントまで急騰してるんですよね、まあ、本当にこれ、この時期に投資できたら最高だったよなとは思うんですけども、ま、ただ急騰してるんですよね、EPS が。うん これ自体はめちゃくちゃいいですよね。で、え他で言うと、この売り上げの規模ねあの、結構肥料メーカーって売、売り上げが、なんてうかな、数百ミリオンの会社も結構あったりするんですよ、クォーターごとにね。だけど、この会社は結構、多分アメリカで一番大手だと思うんですけども、3.84ビリオンも売り上げがあるので、そのやっぱり売り上げが大きい方がそが、なんていうか株価は安定してくるのでね、一般的には。だからそういった点でもね、非常にチョイスとしてはいいかなと思います。 で売上の成長も、ね、非常にこう加速してきてるっていうのがいいですよね、18%、27%、36%、43%、56%ってね、ねこれがあの要はロシアが戦争を始める前でも、こんだけの加速をしてたっていうところが、やっぱり1つの注目になると思います。はい、ただ、1つネガティブな点を言えば、決算をミスしていることです。ただね、これがやっぱね、結構ね、面白いなと思うのが、ちょっとモサックの株価出しますけども、モサックの株価は基本的に右肩上がりなんですよ、今のところね。まあ、去年 1>, 1年間を通じて、決算は、まあ多分この年うと決算ミスっちゃったのかな、まあ、ただ右肩上がりなんですよ、基本的にはこ。ここはちょっとね、ありつつも、ここは去年の、あ、10月の相場か、そうだったんだね、はい、10月の、ほら、なんか10月でちょっとインフレを一旦落ち着いちゃったからね、まあ、そこでやっぱこののがあったんですけども、基本的には右肩上がりっていうんですけども、これはね、でも結局、決算ミスっても、ほら、私前から言ってるじゃないですか、その売り上げが減少、減収になるとか減速する。 あの決算をクリアしてもあんまり意味がない。だから逆も一緒で EPS が伸びている、売り上げが伸びている決算をたとえミスしても本質的にはやっぱ伸びているのでそれ自体はそんなに悪いことではないです。だから一応でもマイナスです。だから次の決算も多分アナリストの予想が高いからひょっとしたらミスしちゃうかもしれない。アナリストの予想をミスったら株価落ちるかもしれないけど会社としては利益は伸び続けてるってことになるんですよね。で、えー、っともう一つ、えー、っとね、この会社を見る上でポイントはね やっぱここ,ここになるかな。これね、これ非常に面白いよね。一応 EPS は伸び続けていく、えー、と予想にはなってます。だからそれ自体も非常にいいんですよ。で、ポイントはここ、いや、こっちかやっぱ。うん、で、ただしね、この会社ね、えー、来去年、今年の EPS は9.35になるので、えー、ちょっと YOI いくつだったっけなちょっと忘れちゃったんですけども、えー、YOI どんくらいだ ?2021 年が、まあ、ざっくりベースで2でしょ ?3.3。3. 3 4.55、まあ、ぐらいか EPSEPS5 から9にはなるのでほぼ EPS2 倍になるんですよだから一応、まあ、すでにかなり折り込まれてると思うんですけども EPS が2倍になるってことは株価は2倍近くになるってことはね当然あるんですよただこの会社の投資にする上で一番のポイントはこの2023年の EPS の予想がどうなるかにすべてがかかってますだから 2023年の EPS が、まあ、今これ5.6アナリスト1人しかいなかったんですよ、確か。ほか2022年まではみんなアナリスト予想してるんだけど2023年まで予想してるアナリストが1人しかいなくて多分だからこういう異物のな状態になってると思うんですけどもこれがもし10ドル、9ドルではなくてもし15ドルになりますと予想してるのは。ってなれば今年1年株価は50%ぐらいまだの上るだろうねっていう一応判断にはなるかと思います。はい、で、えー、こちらが今後の見通しなんですけどもこれもやっぱちょっと不思議な形をしてて。 えー、次の3月の決算は、まあ、売上四4.15ビリオンで YOY80、えー、でこれをこうやって見ていくとね、えー、6633%そしてあと12月には減少するってことになってるんですよで EPS も302%伸びたら最後には減少するってことになってるでアナリストの数はまあ10人から16人で2023人以降はアナリストは確か1人とか2人とかあったんで一旦見るのやめましたでこれはね1つポイントがあって えー、戦争が始まったのが一応2月の18とか19ぐらいじゃないですか経済政策始まったのが202024輸入禁止を決定したのが先週の金曜日ということになるとアナリストの予想のアップデートってこれどんだけ織り込まれてますかねっていうのがまあ相当に不明だと思うんですよねおそらくまだアップデートかかってないと思います、うん、でおそらくこのアナリストの予想っていうのはあくまでもロシアの戦争がない前提で、えー、とない前提で まあ今年の後半はね緩やかにねあのもうその肥料の需要が落ちていくからまあこういうことになったと思うんですよでここでのポイントはやっぱいくつかあってそれがアナリストの予想通りそうなっていくのであれば株価は当然ピークを迎えて下がっていきます当然ね当然この Q1 の決算ぐらいでピークを迎えて下がっていきますただもしこのアナリストの予想が大きく間違えてて あのやっぱ今年の後半、アナリストの予想よりもだいぶこのえっとこの肥料の供給というのが乏しくて今、アナリストの予想はなんならこ今年,今年の12月はマイナス成長になるぐらいと予測しているけどもし、このまま肥料不足が続いていけばマイナスにはまあならないですよね。という点はプラス30とか40とかぐらいはやっぱまだ出るんじゃないですか価格が当然そのだけ上がりますからねだからまあそういった話になると思うんですよ。だから今今はここうういう予想になってるけどこれがね今後 その Q1 の決算、Q2 の決算を経て、まあ、これらの価格は、ねまあ、どうなっていきますかというところが、ね、非常に、ね、ポイントになってくるかなというふうに、ね、思います。はいっていうところかな、これの決算のポイントはね、だから今の情報を信じるというよりかは、これを、ね、どうやって、ね、修正されていくんだろうというところの方がが、ね、気になります。で EPS が2.79、売り上げ4.15になってますけれども、この会社の癖を考えれば、まあ、ミスることもあると思うので、ミスるというよりかは、このアナリストの予想が、ね、どうやって動いていくかというところを見る、えー、q 4とか来年の、ね、アナリストの予想がどう変わっていくかによって売り上げが変わっていくで、あとはこのロシアの停戦条約とか制裁解除とか、その睨をみながらね見ていく投資になるかなというふうに、ね、思いますで。最後に株価の妥当性なんですけども、まあ、もうねこれ めっっちちゃゃ高くてて手出しづらいいですすよねって、まあ、まあ私も考えちゃいます基本的には、うん、ただ、いくつか言っていくとバリエーションだけの観点ですけどもね2022年の EPS ベースだと今、PR が6.4です。6.4 2023年ベースは10.7だからまあ少なくとも2023年ベースの PR で言うと結構高くなってしまうというか減速する傾向にあるのでこのままアナレーションが変わらなければね株価っていうのは当然落ちていくことになると思います。こ,こからね たださっきも言ったように、この肥料不足危機っていうのは、ここ1、2週間で落ちたので、この2023年のアナリストの予想っていうのは、もうちょっとね、改善が、まあ、しかもアナリストも1人か2人しかいないしね、改善がかかるかなっていうのは置いておいて、えー、2022年ベースでも6.4になります。で、やっぱ他のね、銘柄とかを見るとね、やっぱ15とか20とかがたくさんある中で、PR6.4 っていうのはね、まあ、うーん、まだまだ安いと言えるんじゃないかなとはね。 思ってますけどね、わいわい100%とかで成長しますそうですしね、この会社、うん、と私は思ってるんですけどもね、実際どうなるんでしょうかっていう感じだとは思います。はい。かな。はい、もうこれだけで25分か、ちょっとニュートリエンね、ちょっとね、さささっていきます。まあ、さっきと同じ視点で見ていくんですけども、EPS もね、ずーっとこう、24セントから2ドル47%に伸びてるし、この会社は何がいいかというと、アナリストの数を超えてます。で、売り上げもさっきの、 えと会社名の,このモサイックよりも売上規模がさらに2倍があるので、ある程度はさらに高いんですよね。えー、y o y も17、11、16、45、83と、まあ、世界的に見ても、えー、肥料会社の最大手です、ここはで、えー、とここいろいろ見ていくところいろいろあるんですけども、このポタッシュね、えー、この炭酸カリウムは13.6ミリオントン作っているので、これがベラルーシーと一緒くらいなんじゃなかったっけな、でほら、ベラルーシーがさ、ほら、12とかじゃないですか。 だベラルーシのサプライと同じぐらい持ってますよということを強調してねで、プロダクションも一応年間で9%増えてるということなんで、まあ今年もプロダクションをね、まあ、多少なりともね増やせる余地はあるんだろうと思います。だからこの会社で見ると、この今後、売上の増加っていうのは、プロダクションが増えることよりも、えー、価格が上がることの方が売上としてはね期待値がありそうですよね、はいうん。という感じかな、これはまあ一旦いいか。 でこれもアナリストの予想もさっきと一緒の同じような感じです。91、えー、92までは非常にいい数字が出ます。71%トか、ね、810とか110%ただ問題はこの93の予想がどうなるかっていうところですよね。これがやっぱ私、今予想としてはうん先週ぐらいに始まった、まあ、経済制裁は基本的に制裁先週始まったのでその先週、経済制裁が始まったことによるこの何てゅうのかな その肥料の不足に対するアナリストの予想っていうのは織り込まれてるのかな？っていうところが私まだね。うん。さすがに q2939394 まで織り込まれてないんじゃないかなという風に考えてます。ね、さすがにこんだけね。あの肥料が急激になくなる中で。来年より去年よりマイナス成長なんてあり得るかな？とかちょっと思ったりするんですよね。だから、ね、ちょっとね。まああの。 引き続き続していく項目になこれアナリストの予想通りであれば株価は下がります。ただ、アナリストの予想が修正がかかるなら上がっていくと思います。というね、そんな感じだと思います。で、えー、とこれはさっき言った PR は8.28で2023年ベースは13.20ということで、これはちょっとアナリストの結構数いたと思うんですけども、やっぱこれも2023年にはねインフレが収まって下がるという,ふうに予想してるみたいですね。うん、はい8.28っていうね、PR をどう捉えるかっていうことですよね。うん、この2022年ベースでね。 だから、まあなんだろうな、うんまあ、でも過去の PR とか見ると、すごいね、これ50とか60とかいくらでもあったんだ、うん、まあなんで、あのー、なんちゅうのかな、まあ、モメンタムに乗るか乗らないかみたいなね、投本当にななるかなと思います、はい、でこういう時ものね、モメンタムの時は、やっぱ学差指令っていうところは必須になるかなと思いますね。 まあ後から追加買いっていうのはあの、日を追うことに難しくなると思うので、私はね、大きめで浅くの方が心理的には楽かなと思います。私も先週乗ったんですけども、基本的には3%で乗りました。逆差し年、ね、3%でポンって乗って。うん、で、モメンタに乗れれば3%でも狩られないです。だから、あの、狩られたらもう撤退で OK かなというふうに思ってて、な、ま、ん、あ、でかっていうと、こう,こういうふうに、なんか、ね、なんかこの需要と供給の歪みがばって生まれた時って、まあ、結局、 ほら今株価ってほらさ指数とかその他の銘柄でもプラス3%、マイナス5%でぐンんぐわん動くじゃないですか、それってやっぱりモメンタムはなくてあくまでもベースラインがあってランダムウォークしてますよって話だと思うんですけどもこういった銘柄っていうのは今、モメンタムがぐガってあるんで、モメンタムがあり続ける限りはプラス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 、マイナスがあっても1%、2%みたいな世界だと思うんですよね。いきなりで、モメンタムがなくなったらマイナス5%、マイナス10%、どーンってくるので。 だからまあ結局、マイナス3%で十分なんですよ、要はその日のうちの値動きで、ちょっとね増減する1 2、2%ぐらいカバーできれば、一応、乗る分にッ OK かなというふうに思うので、こういった場合は、逆説的に言えば3%の逆差し値でいかに乗っていくかみたいなね、そういった話になってくるかなと思います。買いた意味が僕はもうまあさっぱりわかりません、先週の制裁直後に気づいていれば一番よかったんですけどもね、制裁直後か金曜日の、ね、輸出禁止のニュースの後は、正直ありだと思ってます。 ででききるかかないかは別としてねただ、もう1つチャンスがあるとすれば、一、え、応、ー、ニュースを受けたのが金曜日で、やっぱ土日でね、投資家がちょっとこのニュースを消化していると思うので、まあ、やっぱこれでね、肥料いいんじゃねえかということで、月曜日からやっぱ乱し始める人はやっぱ出てくると思います。より点もあれば引け点もあるので、これはさっぱり分からないです。うん 統計的には一般的には飛型の方がが、ね、勝率が高いので私も基本的に飛型に入ることの方が多いんですけども今回に関してはニュースが金曜日なので、まあ、それを消化して、ね、月曜日にあられる可能性があるなとは思うので、ねまあ、ちょっと、ね、これは参考にしてみてください少なくとも絶対逆差しには絶対必要だと思いますあやっぱ暴落ってのはいつでも起こりうるので、ね、絶対必要だと思います。 えまだね始ま,ったばかりの始まったばかりの相場だと思うので、えー、まだね最終列車はねまだ最後の1車両ぐらいはねホームにいる感がまだいるんじゃないかなと思ってます。もちろんオイルとかあの小麦とか、まあね、天然ガスとかはもうババ抜きになってると思うんですけどもまだ、あのー、肥料に関して言うとまだねホームまあまだほら一般的に肥料冒頭 買え買え買えっていうほど知名度高くないじゃないですか正直肥料って。うん、まあなんでね比較的余裕がでしかもその他のコモティティの中では比較的余裕があったんですよオイルとかガスに比べればまだマーケットに余裕がある状態だったのがもともとオイルっていうのはオペックの方がねこう需要のなんて言うかなもともとその。 供給の原因だったのがさらにそれもロシアも加わったってことなんでずっと昔から引きずってた問題がさらに問題化したんですけれども、えー、肥料に関して言うと一応ここ最近の出来事なんですよね肥料がやばいっていうのは、まあ、ここ12週間の出来事なんでうんっていうふうに考えてますえ株価は置いといてねあのロシア以外の,あの肥料会社は 決算は間違いなく次の Q1、Q2 ぐらいはね間違いなくいい決算が来ます、ただ当然ロシアから肥料買えなくなっちゃったんで、代わりにどこかから買わなきゃってことになるんで、価格が上がっても買いたいってことになるので、絶対空前の攻撃、広告なんて打たなくても、競合優位性とか出さなくても、とにかく肥料さえ作ってれば売れるという時代が来ると思います。 そして、共通、共産、休養、そして,、ねえー、て2023年の,7月の予想が上がるかどうかが鍵になる投資になるかなと思うので、ね、私もこれは、ね、動画でやるかどうかは置いておいて、ね、個人的にはチェックしておきたいなと思います。停、え、戦、ー、条約の見通しが立ち始めたら、ね、売ってもいいと思います、基本的にはね。うんえー、生存自体は、えー、長,期長期戦だと思います。まあ、逆に停戦条約の見通しが立ったら、逆に売らないと暴落する可能性はあると思います。停戦条約。 えー、アメリカも停戦条約を結べば、えー、経済制裁解除するとも言っているのでそしたら肥料の輸出復活するので、ねえー、その連想ゲームでボーンと落ちると思います。まあ、ちなみに、ね、こういう時になったら逆に、ね、オイルをトっというのも面白いかもしれないなと本音で思っています。ね、えー、アメリカがさらなる経済制裁を用意しているらしいけどそれは基本的に、ね、あの追い風になるかなと思っています。 肥料をロシアが輸出を禁止したと言っても,もうそもそも水素で決済できないからそもそも,もう取引しづらいんですよねあのロシアがやろうがやらないかと、うん、いうのはまず前提としてはあります。はい、で、えーっね、こんな感じになりました、で今日も再生数マジで回らないと思うんですよね、なんせ肥料なんて誰も注目してないわけですからね。 だからちょっともしこれを、ね、見てくださった、まあ、個別銘柄がお好きな方、肥料がお好きな方は、ね、ぜひ、ね、いいねを押していただけると嬉しいです。で500を超えたら、ねえー、またこの週末に石炭かアルミニウムどっちか出そうかなというふうには思っています。個人的には石炭かなうんちょっと出そうかなと思っています。ただ非常に比べれば石炭アルミニウムの方がなんていうのかなそんなに私の中でエキサイティメントは低いと思うので、まあ、でも、ね、石炭かアルミニウム、ね、やっていこうかなというふうに、ね、思っています。 なのでぜひねいいねね応援していただけると嬉しいです。というわけでね引き続き、ね、こちらサポートのローと書いてねサポートできたら嬉しいとともに、えー、今日ね、えー、大国の輸出停止肥料関連爆上げ来るかという内容でお届けしました。ではねまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。